写真撮ってください。あと暇のは何か物販しませんと思いますよ。西日本釣り博行きます。明日飛びます。ちょっとサロンメンバーさんの飯会ができるかどうかちょっとまだ分かんない。九州ねあんまり2人ぐらいしか言ってなかったから多分それだとないかもしれない。後で一回書いてみて行きたいですだったらね場所が分かんないね。大阪なんかの場合はいつもね動いてくれる松本君っているのよ。それがお店予約しといてくれたりとかあんのよ、ね、で北海道札幌の場合はねいつも行ってるお店があんのよ。でそこに集合っていうだけでみんな分かってるんでそこに集合。この間16人でね、飲み会をやったんですが北九州ね分かんない。なんでっていうと北九州出身のね人間がうちにいるんだけど行かないんだよ酒井くんが酒井くんね北九州泊まるときはねなぜかね俺たちのホテルすげえボロいんだけど酒井くんが泊まるホテルね超高級ホテルだ毎年ね毎年酒井くんが泊まるとこあ僕あっちですって言われてとか言って見上げるようなホテルなの。俺たちのホテル駅前のすぐ横のホテルなんだけどここ島の撮ったのここ、ね、で酒井くんはデュオが撮ってくれてたんだけどあっちって嘘っていういいホテルに泊まってんだよ昨日はねデュオの社長とずっとくっちゃべってました。北海道ではい先日名古屋キープキャスト行ってきました。村さんは来られてなかったみたいの、残念ですが酒井さんには会えました。次回はぜひ参加してください。だから名古屋はねあのやり方やってる限りは行かないの、ね、酒井くんはセミナーもできてねもうシマノのブルーのシャツも着ておりましたよ、ね、はいはい。シマノのブルーシャツデビューですよ、ね、はい。今夜じゃ先日酒井くんのガイドを受けました。キャスティング練習後初シーバスが釣れました。いつもはバス釣りですがシーバスの釣りもめちゃくちゃ楽しかったです。遊びに行きますでしょ。シーバスめっちゃ楽しいのよ。だいたいさ湖で70、80の魚が釣れるわけ。ちょっとねよくあるのがベイトに12ポンドとか巻いてきてる人がいる。霞ヶ浦グッ切ると切れるだろう。バスちゃんやってる時みんなドラムフルロックしてんじゃないの。グッ切れるだろう、ね、フルロックしてる人16ポンドでも切れるからね、シーバスが来るっていうつもりでちょっと緩めといてあげるといいですよ、ね、ギュッと締めたところはちょっとでズルズルって出るか出ないかぐらいいい速度でもねギュッギュッギュッじゃダメだよ。ギュッギュッギュップスンっていっちゃうからズーッ抜けるぐらいのね、まあ、ドラムの性能の悪いリールっていうのがね、いっぱいありますんで、そことか要注意でございます。北浦な、なんでシーバスが多いんですか。昔はねこの時期にそんなに水門を開け閉めすることはなかったんですよ。ここ2年ほど前からですね、開けるんです水門を。そのためにですね利根川の本流に登ってたはずのシーバス君が全部霞北浦に入ってくるんです。霞方面に行く魚はね意外と少ないんですね。霞ヶ浦の方が魚が絶対的に小さいんですね、30センチとかその辺のやつなんですよ。でうちの前あたりでたまるのが、40、50、60、時折70、80、とんでもないやつ90、ね、で名坂浦をぐるっと回ったところで北浦に上がっていく。北浦は一番上の六甲大橋というところがあるんですがそこまで上がってきますね、はい。六甲でも70センチ80センチが釣れた。ですから今までのバスの、タックルで来てますと、ロッドをへし折られたり、それからラインをぶち切られたり。バスの人ってこう分かると思うんですが海やってる人ってドラグ緩んでるんですよ。バスマンってライトラインも張ってるのもなくみんな糸を締めてなんでって言うと糸を締めてもバスごときで切れないことが多い。そのためにドラグ締めっぱなしなんですよベイト、この間20ポンドも切られた方がいました。まさかで霞やってて80、90のシバスがかかると思ってないからそんでブゾッと切られるんですよ。もうスピニングの人は話のほかです。
あれなんで切るの？さあ、切り抜き動画見た皆さん、こちらの方がですね、村田はじめのオンラインサロン、YouTube バージョンの方でですね、流した映像、そこからこう、切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問、こんな疑問っていうのをですね、直にお答えして、村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく。